IND クイーンズブールバード線は、ニューヨーク市地下鉄 B リビジョンの路線で、マンハッタン区とクイーンズ区を結んでいる。全線地下を通り、マンハッタンから53丁目の下を通って東進し、クイーンズ区ジャマイカに向かっている。マンハッタン及び、クイーンズ区ロングアイランドシティの伏線区間は、IND53 丁目線とも呼ばれる。 IND クイーンズブールバード線の起点はジャマイカマイナス -179 丁目駅で、ヒルサイドアベニューの下を複々線で走行している。バンワイク高速道の下で北に曲がり、アーチャーアベニュー線からの複線が合流する。そのすぐ先で西に曲がり、クイーンズブールバードの下を走る。ノーザンブールバードにある39番街、複合換気施設、キューガーデンユニオンターンパイク駅の東で、 ジャマイカ車両基地に向かう連絡線が東に分岐する。この連絡線は Y 字型になっており、もう一方は西へ伸びて、旧ーガーデンズマイナスユニオンターンパイク駅のすぐ西で、本線の下層に潜り、75番街駅を通過した、ところで本線に合流する。ホレストヒルズマイナス71番街駅は、M 系統と R 系統の東端駅で、ここからは E 系統、K 系統、 M 系統、R 系統が、クイーンズブールバードを精神し、グランドアベニュー、マイナスニュータウン駅を過ぎたところで北に曲がって、ブロードウェイの下に入る。ジャクソンハイツ、ルーズベルトアベニュー駅には計画のみで終わった第2、独立地下鉄網用のトンネルがあり、駅の上層階につながっている。ブロードウェイ、ノーザンブールバード交差点では、ノーザンブールバード駅の西で急行線が西に曲がって、 ノーザンブールバードの下に入る。一方、観光船は一旦急行線と分かれて、ブロードウェイの下をさらに進み、スタインウェイストリートで南に曲がった後さらに西に曲がって、ノーザンブールバードの下に入り、再び急行線と並走する。この区間は、ニューヨーク市地下鉄で2つしかない急行線と、観光線が別経路を通る区間の一つである36丁目駅で、 IND63 丁目線が分かれて41丁目の下をマンハッタンに向かっていく。クイーンズブールバード線は引き続きノーザンブールバードの下をクイーンズプラザ駅まで走行する。急行線はマンハッタンに向かって44番ドライブの下を進み、観光線は60丁目トンネル連絡線を経て、北西に進むルートと IND クロスタウン線に入って、 ジャクソンアベニューを進むルートに分かれる。ここから、クイーンズブールバード線は伏線になる。クイーンズブールバード線はさらに精神し、53丁目トンネルで、イースト側を潜って、マンハッタン区に入る。レキシントンアベニューマイナス53丁目駅を過ぎると、採行期線は、東き線の上を通るようになる。5番街。 53丁目駅の先で西行き線は IND6 番外線の南行き観光線と合流し、ここから IND63 丁目線とその連絡線が始まる。ここで6番外線の急行線は53丁目の下を西に曲がり、クイーンズブールバード線のすぐ南を通る。両線は7番外駅のホームを共有しているが、接続線は設けられていない。その後、 クイーンズブールバード線は南に曲がって IND8 番街線の下を通って50丁目駅の仮想ホームに入線する。ここで42丁目、ポートオーソリティバスターミナル駅の北で8番街線と合流する線路が分岐する。42丁目、ポートオーソリティバスターミナル駅の最下層ホームには、かつてクイーンズブールバード線からの南駅線が入線し、8番街線の 南行き線は、駅の南で一本になっていたが、長らく使われなかった。このホームは2013年6月に7系統、延伸計画のため取り壊された。ありがとうございます。